アメリカムシクイカは、鳥類スズメメのトガである。アメリカムシクイと総称される。ムシクイ類の米州における修練とみなされるが、ウグイスジョに属す、ムシクイ類とは疎遠である。南北アメリカにのみ生息する。生態、形態は、旧大陸のムシクイ類に似るが、明確な相違点として、初列カザキリが10枚に対し9枚である。全長1118センチメートル。黄色。 橙、緑や白黒などの鮮やかな灰色の種が多い。森林、草原など様々な環境に暮らす。ほとんどが昆虫食で、枝葉や草に止まった昆虫を捕食するが、種子や果実を食べる種もいる。アメリカムシクイカパーリデイはナイン、プライメリードアサインズの一科である。分類によっては、いくつかのトガを統合室の中のアメリカムシクイアカ、パーラニー。 あるいはアメリカムシクイー族、パーラニーとする説もあるが、以下では、アメリカムシクイカで統一する。アメリカムシクイカ内は、ラベットへ通る、などより、カカンの系統関係は、クリカへ通る、ウエアへ通る、より、ミサンプリングだが形態から、ズグロやシフーキン長族と近縁だと考えられている、ジフーキン長族キャリプトファラスを追加した。講義。 アメリカムシクイカのうち伝統的には、風近調家だった族には、伝統的なアメリカムシクイカだった族を含む、トガニワをつけた。オリーブアメリカムシクイカにもをつけるべきだが、この図の範囲にないアメリカムシクイカは、9枚の初列カザキリを持つナイン、プライメリードアサインズの一家である。その中では、ムクドリモドキカ、ホウジロカと近縁である。伝統的には、 オリーブアメリカムシクイプスドラマスが含まれたが、常時によりアメリカムシクイカはもちろんライン、プライメリードアサインズからも除外され、現在は単型のオリーブアメリカムシクイカとなっている。アメリカムシクイカムクドリモドキカホージロカからなる、単系統内にはアメリカムシクイカに近縁ないくつかの属が見つかっている。これらは伝統的にはアメリカムシクイカまたは風緊張家に属していたが、 新しい扱いは確立していない。これらをアメリカムシクイカに含める説もあるが、国際調理学会議はアメリカムシクイカに含めず、風緊張下に残すか、アメリカムシクイカだった属は、過不明に移している。抗議、アメリカムシクイカの単系統制は高くない。一方、アメリカムシクイカの単系統制は強く支持されている。アメリカムシクイカを抗議に取る場合、協議、 アメリカムシクイカは、ティピカルパーリデイやコアパーリデイと呼ばれる。ウェア・イトールは、伝統的なアメリカムシクイカのうち、ティピカルパーリデイ、ズ・アカサザイ・ゼラドニア、オーアメリカムシクイ・クティリアの単系統性を強く、支持している。分子系統から、ナイン、プライメリード・アサインズ内で、いくつかの族が移動させられた。ウェア・イトールによる移動は次の通り。国際鳥類学会議、アメリカ庁学会、 青南アメリカ分類委員会の対応を示す。彼らは、抗義、アメリカムシクイカを採用しており、これらはいずれも、抗義、アメリカムシクイカの規定群への移動である。伝統的なアメリカムシクイカから、規定群への移動も合わせて記す。詳細は、移動先の都がを参照。過去の主な分類での扱いを述べる。続と、種は、国際鳥類学会により、講義、 アメリカムシクイカの規定群のくと種も記す。これらは IOC の分類では神邸か風近調かかだが、この二つの区別は伝統的な分類の名残であり、系統的ではない。ありがとうございます。